どうも、私が渋谷のラジオの学校学長の福山雅治で R。 今日はね、この地底人ラジオ、いつもは動画フリーアナウンサーの総口さんとか、作家界のジョニーデップこと今波さんと一緒にやってるんですけど、今日はね、この方と一緒にお送りしていこうかと思っています。ご紹介、自己紹介してください。おはようございます。福山雅治を勝手に応援する男、いやほぼただのファン、劇団プレステージ高橋秀幸です。よろしくお願いします。秀ね、はい、高橋秀幸で R すいません、まあ書いてないからね、ごめんね、はい、書いてないからよくなかったけど、はい、そこだけそこのあのワードだけちょうだい。やっぱその伸びが全然違いますね、うんうん、もう一回よろしいですか。いいですよ、いいですよ、はい、え、私福山雅治を勝手に応援する男、いやむしろただのファン、高橋秀幸で R。 あ、いいね、秀でございます。ありがとうございます。 From 劇団プレステージ、ありがとうございます。いや、ね、まさか僕、ちょっと聞いてた話ですと、うん、その総口さんがいらっしゃったりとか、今波さんがいらっしゃって、うん、福山さんももちろんいらっしゃった中に、うん、ちょっとだけおまけで喋れるみたいなぐらいの程度で聞いてたんで、うん、まさかこの、まあもちろんラジオなんで皆さん見えてないんですけど、うん、福山さんとの距離がほぼ取り調べぐらいの距離なんで。いやいや、もう、メインパーソナリティですよ。いや、今日は。むちゃくちゃ楽しみです。これはね、はい、今日ここで何をヒデが残していくかによって、はい、今後のラジオ界の中でのヒデの、いや本当ですか、うん、ポジションというのはちょっとその一つの分水嶺じゃないかな今日は。いやー、僕ラジオのパーソナリティってめちゃくちゃやりたいんですよ。うん、あれやってないんだっけ。いや、もちろん渋谷のラジオとか、たまにオールナイトニッポンの方に何度か出させていただいたことはあるんですけど、うん、その、喋り一本でこう、帯を持つくらいの。はいはい。帯？帯、帯じゃなく、各週でももちろんいいんですけど。うん、帯ってだって、あれでしょ、帯でしょ、帯です。月木とか月金とかっていうことでしょ。はい、それは僕はバイトして、トラックを運転してるときに、福山さんのラジオを聞いてるときに。はいはいはい。いつ頃それ。いや、あれがもう5年前ぐらいですかね。はいはいはい。はい、その時に、いや、これラジオでこんなに話せる技術が欲しいって思ったのが最初ですね。ラジオをやりたいと思ったのが。やっぱりね、うん、トラック運転しながらラジオ聞くっていうのは僕もそうだったんですよ。あ、そうなんですか。東京来て間もない頃に、はい、最初にバイトした、あ、まあ、最初はあれか、ピザ屋さんだったけど、はい、その後フッサ、とかまあ、ハイジマだけど、はい、の方で、材木屋さんやってたんですよ。え、そうなんですか。そうなんですよ。で、じゃあ材木屋さんやってて、配達があるから、はい、家一軒分の、材木を骨組み積んで、はい、下ろして、現場に下ろしてって仕事やってたんだけど、バイトで。はい、まあ、その時はもうずっとラジオ聞いてましたよ。移動中。やっぱり、昼帯にどうしてもなっていくからね、こう、ラジオ聞く時間帯が、はい、トラックドライバーというか、その配達とかやってると、はい、その頃はね、高田さんのビバリーヒルズとか、はい、吉田照美さんのやる気満々とか、はい、っていう世代ですよ、僕は。どっちなの？じゃあさ、ヒデがさ、はいはい、テレビのレギュラーとラジオのレギュラー、これどっちかしか選べないんだけど、どっちやるって今、マネジメントから言われたらどっちやんの？ラジオやります。マジで？お金なんねえな、はい早速お金の話が。だってギャラ全然違うよ。まあこう言っちゃなんだけど。え、それちょっと具体的にちょっと聞いてみたいんですけど、うん、もし福山さんが、うん、もう芝居も俺は歌もやらない、うん、ラジオ一本って言ったら食っていけないぐらいとか。いや、それはどこまでラジオをやるかによる。ああ、そう。だからそれ伊集院さんとか、うん、まあ、やらせてもらえたらの前提よ、はい。やらせてもらえたらの前提で、朝ワイドとかを月、木、ないしは月、金で、2時間ないし3時間ぐらいの番組をベタッとやるとか、はいはいはい、そしたらまあ、それなりにっていうか、まあ本当のギャランティーは知らないけど、はいはい、まあ、それで年間伊集院さんだったら、はい、まあこれは言ってると思うよ、これは。今、福
山さんが赤い文字を言うたらいかんぞほぼトップアスリートと言いますか。うん、うん、まあそうだね。福山さんってものすごいいろんなお仕事されてるじゃないですか。うん。もうそれこそウィキペディアに十何個ぐらいこう職種が載ってるぐらいあるじゃないですか。うん。で、もちろん歌とかお芝居ってものすごくこう練り込むじゃないですか。うん。ラジオってどっかこう瞬発力と言いますか。うん。あの瞬発力を毎日出し続けるって、うん。福山さんの中でどういう感覚なんですかね。もう何にも考えずにとりあえず来るんですか、ラジオの時って。何にも考えてない。あ、何にも考えてないんですか。うん。今日はこれ放り込んでやろうみたいな。あ、もう全然考えてない。あ、じゃあもうほぼ瞬発力だけでやってるんですね。うん。もう今並さんが書いてくる台本とかも全然当てにしてないから。いやー、それは、その瞬発力っていうのはもともとあったものなんですか、それとも、努力というか、何かでこう、その瞬発力っていうものは上げれるものなんですか？最初は準備とかしてたのよ。はい。今週あった面白いこととかメモしてたの。はい。でもネタ帳つけて、そのネタ喋って面白かったことって一回もない。それは多分俺の喋り方が下手なんだと思うんだけど、もしくはその、大して面白くもないのに、はい、面白いこと見つけたみたいにこう、まあ元のネタの拾い方はい。もう、まあ多分ダメだったんだと思うんだけど、一、はい、回もない。だからそれでもうやめちゃったの。一、はい、年ぐらい続けてたんだけど、ネタ帳作り。そうなんですね。最初に、まあ今もまあ、オールナイト日本っていうのは多分、最初にまずフリートークあって、はい、そっから始まっていく。そのフリートークで何を話すかっていうのが、はい、オールナイト日本の醍醐味ではあるんだけども、はい、そのためにネタつけてたんだけど、はい、あまりにも面白くないから、はい、で、何が面白くないかって、真剣に悩み、真剣に考え、はい、ある時気づいたわけ、はい。ネタ帳を読んで喋ってる俺自身が面白いと思っていないことが面白くないんだなと思った。ああ。だから自分が、はいはい、例えばね、はい、こう、自分が面白いと思ってたら、はい、面白いと思って笑いながら喋ってたら、はい、聞いてる人は、その内容が面白くなくても、面白く感じちゃうんだよね。ああ、いや、少なからず僕もそれは少しだけ感じる時があります。あ、そう。はい。なんか僕が面白くなかったら聞いてる人は絶対面白くないだろうって思って、うん、もう渋谷のラジオとかでも話させてもらおうと思ってるんで、うん、なるべくその、まず自分が本当に笑っちゃうようなことを話すんですけど、うん、まあ福山さんのラジオとかも聞かせていただいてると、うん、たまにこう、下ネタ問題の話が出るじゃないですか。うん、で、福山さん、いや、あれ下ネタじゃないよと。うん、っていう話からいろいろこう分析させてもらったんですけど、うん、福山さんの話って想像できるんですよ、こっち側が。ほう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 。絵に浮かぶんで、めちゃくちゃ笑えるんですよね。ああ、映像化しやすいってこと？映像化しやすいというか、それを福山さんが狙って映像化できるように丁寧に話してるのか、もう福山さんに備わってるものなのかちょっとわかんないですけど、すごい絵に浮かんできて、うん、それがすごく面白いんですよね。へえ、うん。それがものすごい欲しいです、そのスキルが。欲しい。それはどうなんだろうな。変えるなら欲しいですね。どうなんだろうな、意識してんのかな。ただまあ、ラジオだから、はい、あの、聞いてる方にとって、映像化できたりとか、はい、想像力を働かせてもらえるような喋り方を意識してることは、間違いないとは思うんだよね。はい、だってそもそも地底人であんなに盛り上がるわけないじゃないですか。ああ、地底人ラジオっていう名前がつくときのね。月の初回の。ただその、僕はね、その、地底人自体は、正直存在は、まあ、いるいないとか、どっちでもいいんですよ。はい。全然どっちでもよくて、はいはい、むしろその、地底人いねえだろうなって思ってるんですよ。はいはい。だけど、その、エドワード・スノーデンっていう、はい。あの、FBI でハッキングの仕事をやってた人が、はい、うん、あの、地底人いるみたいなことを言ってるから、はい、まあ、スノーデンが言うんだったら、まあ、まあ、なんかはいるんだろうなっていう程度ですよ。はい。あ、じゃあ、福山さんは、スノーデンは信じてるってことですね。で、スノーデンの信じてる地底人を。あ、スノーデンは信じてるよ。で、スノーデン、日本に結構いたじゃん。あの映画見る限り。はいはいはい。なんかぽいですよね。
ということは、石坂浩二さんの言ってることと、スノーデンの言ってることと、あのドキュメンタリーの、を元にした映画を組み合わせると、やっぱり東横線沿線のどこかに、地底人の出入り口がある可能性がないとは言えない。で、まあそういうふうにほら、地底人っていう言葉一つとっても、僕ね、大切にしてるのは、どんなフリートークでも、どんな冗談でも、どんな下ネタでも、根拠を大事にしてるんですよ。かもしれないみたいなことだけで話すと話って僕はつまんないと思ってるんですよ。で、何かしらのちゃんと実体験なり、情報、データ、とかのその根拠がものすごくたくさんあるに越したことはないんだけども、まあ、多少あって、それで話すっていう、そこからかもしれないとか、こうだと思うっていう、その空想妄想、の話をするのは、僕はありだと思うんだけど、根拠もなく、情報量もなく、話すっていうのは、僕はラジオの、ことラジオに関して言うと、一番やっちゃダメなことなんじゃないかなと思ってるんです。なるほど。だから、博識であることっていうのは、博学であることっていうのは、まあ、ラジオにとっては重要だし、まあそこまで守備範囲が広くなかったとしても自分の好きなものに、特化してればそこからいろんなトークは広げられるだろうし、あとそこにいつでも立ち返れると思うんだよね。だからヒデが得意なものとか趣味って何なの？僕の得意なものですか？うん。一番得意と言われたら雑談かもしれないですね。雑談なの？ずっと喋ってます。質問得意だよね。あ、本当ですか？質問上手だよね。本当ですか？僕、人にものすごく興味があるんですよ。だから、お酒、まあ、福山さんもお酒飲まれるじゃないですか。もう一人で飲みに行くっていうことはまずないんですよ。だから、誰かと飲みたいとか、誰かと話してたいとか。寂しがり屋だね。そうそう、人間がものすごく好きなんで、もう興味しかないんですよね。人に対してね。はい、だからもう福山さんが今日の朝ごはん何食べてきたもうちょっと興味があるんですよ。じゃあそれさ、あれじゃん、うん、吉田豪さんみたいにプロインタビュアーみたいなの目指すとかっていう手はないの？全然それ、いやそれが嫌だとか全然ないですけど、うん、僕も目立ちたいっていうのもあるんですよ。ちょっとなんかそれは自分が自分の名前を冠するほど、うん、自分の名前を看板にして書物が出せるほどのマニアになっていけばいいわけじゃないですか。結局その、突き詰めるとそれはビジネスになっていくっていうのが、世の中の常ですから、突き詰めることによって、他人が対価を払ってくれるようになるので、もしそれが一番得意だとするならば、それを突き詰めるってのはいいかもしれない。めちゃくちゃいいアドバイスいただいちゃってます。いやいや。全国の皆さん。他にはないの？なんか、読書とか釣りとか何でもいいけど、ものすごく、これはね、僕はね、一過言あるんだ。っていうのって。ああ、僕好きなのはドキュメンタリー番組はものすごい好きかもしれないですね。もう見るってこと？見て、これはドキュメンタリーじゃねえなとか思ったりとか、これは演出が加わりすぎてて、ドキュメンタリーと俺は認めないみたいな、勝手に判断してることありますね。ああ。特技。は、小中高野球やってたんで、野球は得意ですね。野球か。まあ野球、今から選手っていうか話じゃないもんね。そうですね。はい。野球、人が好きで、人と話すのが好きな、ドキュメンタリー番組の本質を見抜くことができる野球用品店の店長っていうのはあるかもしれないね。いや、そうですね。ものすごい鋭利ですけど、ピンポイントですもんね。人気でそうだけどね。あそこに野球用具を買いに行くと、はい、子供たちがみんなドキュメントの話をされて、全然野球用具の話してくんねえ、みたいな。で、有名になる、みたいな。まあでも数あるそのスポーツ用品店の中ではやっぱり異彩を放ってる、ね。非常に特徴のあるスポーツ用品店の店主だと思うよ。そうですよね。うん、要はその突き詰めてさえ行けば、はい、人と喋るっていうこと、はい、野球と、あと野球用品とドキュメンタリーっていうことが、はい、突き詰めてさえ行けば絶対その根っこでは繋がるはずなんですよ。それどういうことかっていうと、はい、野球
用具、グローブ作りの職人とか、バット作りの職人っていらっしゃるじゃない？はいはい。そういう人のドキュメントを、ドキュメント好きだったら、こう、ドキュメントでこう探して、うん、見てみて、うん、そうか、そういう風に作ってたのかっていうことに対して、ものすごくコミットできたり、詳しくなったりして、はい、そうすると野球もやってたっていうことと繋がるし、はい、で、セールスのトークもできる、はい、で、そのドキュメンタリー番組の解説も子供たちにまたできるから、はい、このドキュメントがあってな、みたいな。はい、これ売れるんじゃない？福山さん、なんかお金が見えてきました。見えてきたでしょ？じゃあ見えてきたところで、行ってみようか、はい。タイトルコールをね。はい。いやいや一緒にやってもらいたいんです。いや、もうめちゃくちゃ嬉しいです。いいですか？はい。じゃあ行きますよ。じゃあ、行ってみましょう。福山雅治と高橋秀樹の地底人ラジオ。改めまして、今週はですね、アミューズのノブシ集団、渋谷のラジオでは毎週木曜23時からの渋谷のラジオの学校も担当してくれている劇団プレステージのヒデこと高橋秀樹くんとお送りします。よろしくお願いします。稽古中、はい、真っ只中なんですけども、うん、今僕宣伝していただいたありがとうございます。裏裏ブーストという劇団プレステージ第12回本公演、うん、っていうのは8月の16日から8月の27日まで、うん、金国屋笹橋屋と高島屋というところでやらせていただくんですけども、うん、以前小川さんの地底人ラジオでもがっつりとすごく長い尺で宣伝していただいて本当にありがとうございました。とんでもないです。いや、小川さん、あの地底人ラジオが終わってから、うん、速攻で、うん、50枚ぐらいチケット。マジで？いや、これすごいっすよ。すごいな。ちょっとざわつきました、劇団プレステージが。50枚も買ってくれたの？地底人ラジオリスナーが。はい。6480円ってこう結構高いお金で、劇団プレステージなんてみんなアルバイトとかもしてるんで、うん、6000、もう下手したら7000を稼ぐってすごく大変じゃないですか。うん、それがこう50枚も、いや、本当に、ね。ちょっと宣伝しようよ。どういう内容なの？この裏裏ブーストっていうのは。はい、今回はですね、この応援団っていうのがモチーフになってまして、うん、で、もちろん応援団の話ではあるんですけれども、うん、その応援っていうのは何なんだと、うん。人を応援するっていうのがまあ一般的な応援なんだけども、結局人を応援するっていうことは、自分を応援するっていうことができてないとできないんじゃないかっていう作品で、うんうん、以前僕たちがハバーグッタイムっていう作品をやらせてもらった時が、うん、テーマが他力本願だったんですけど、今回はその他力本願にプラスして、その自力で自分を自分で鼓舞して生きていかなくちゃいけない時がきっと人はあるんじゃないかという、まあ、テーマで、はい、やらさせていただいてるんで。これは何？仏教がテーマだったの？いや、全然違います。それは売れないアイドルグループが、うん、整形して、うん、韓国から、うん、韓国でデビューして逆輸入で日本で売れようっていう話で、売れてないアイドル時代も応援してくれるファンの人がいてくれたからやれてたのに、うん、で、今度こう売れ、イケメンになって整形されて戻ってきたらもうよ、キャーっていうファンがいっぱい多くなっちゃって、うん、昔の売れないアイドル時代に応援してくれてた人たちのことなんて忘れちゃってるんじゃないか、みたいな。それ見たいな。設定が面白いもん。本当ですか？だってその、はい、舞台でさ、はい、整形したっていう表現をまずどういう風にするのかなっていうことをまず見たいなって思う。この、だから今知りたいのは、はい、その、見たいなと思わせる裏ブーストの何かこう、はい、あれが欲しいのよ、キャッチが。で、そのハバグッタイムの、まあ、歌でいうとこのアンサーソングじゃないですけど、うん、そのハバグッタイムから数年経って、うん、劇団プレステージが今の総勢18人なんですけど、うん、今その劇団プレステージとしてもすごくキロに立ってて、うん、まあいつでもキロだけどね。そうなんですよ。お会いした時からずっとキロなんですよ。もうずっとキロで、はい、もうずっと綱渡りだからね、はい。まるでもう刃物の上を歩いてるような人生だから、プレステージは。そうですね。だからそれをもう改めて自分も、もう他力だけじゃなくて自分で自分のことも応援しないと本当に終わっちまうぞ。っていうものをもろにこう作品に出したという。もう今の劇団プレステージを見てると言っても過言ではないという、まあ作品というか。じゃあこれは裏裏ブーストという舞台であり設定はあるんだけれども、はい、もう限りなく劇団プレステージのドキュメントであると。そうですね。もういろんな言葉がもう自分たちに刺さってきて、台本読んでるだけでなんかもう
全然感動して泣くシーンでもないのに涙がこう出てきそうになるというか、あ、自分にこういい、ね、セリフがこう引っかかったりする。いいね、うん。見たい。それは見たい。あ、本当ですか。うん。いや、多分福山さんが来るって言っただけで多分一般チケットが700枚ぐらい動くと思うんですけど。だったら出るよ。で、だったら出た方が気が楽だよ、俺は。客席に座ってるより。で、座ってる方がなんか気が重いな、なんか。出る方が楽です。出る方が楽。全然。え、それは、誰にオファーをかければいいんですか、これ。どのぐらいの。これは各所調整だろうね。どのぐらいの上層部にこう繋げば。いや、なんか俺なんかさ、その舞台、俺一回もやったことないんですよ。いや、そうですね。うん。はい、俺みたいな舞台やったことない、その、舞台出身とか舞台界からしてみると、うん、あいつは映像だけのね、もう、チャラい芝居しかできない、ペランペランな俳優だと思われて27年間ぐらいやってるわけですよ。はい、ね。そんな僕が、はい、舞台を怪我すような真似をしてはいけないと思ってるから、今も。だから、もう、プレステージにこう出るっつったって、僕はね、失礼になっちゃうから、素人だから。いやいやいや。あるとしたら、あるとしたら、はい。何個か。影穴？いいですか？影穴じゃないかな、あるとしたら。あるとしたら影穴。うん。影穴があるとしたら大変なことになりますね。本日は、劇団プレステージ第12回本公演、裏裏ブーストにお越しいただき誠にありがとうございますというやつでしょ？はい、そうです、そうです。やる。か、まあ前説？前説ないけど、普通、舞台には。あ、僕らの劇団プレステージはあるんですよ。あるんだ。5分前って言って必ず自分たちこう、初注意を混ぜ込んだ漫才をやったりとか、うんうん、なんかそういういろんなことをやったりするんですけど、うん、はい。まあ影穴か前説ぐらいじゃないかな。できるとしたら、舞台を怪我するわけにはいかないよ。え、ちょっと福山さん、影穴、まあ、それを各所調整じゃない。各所調整。俺は、俺、あのね、はい、いつもそうなんだけど、はいはい、マシャはいいのよ。はい、マシャはいい、はい。ただ福山はどう思うかなみたいなところがばあって。はいはいはい、まあ、矢沢さんの名言があるけどね。はいはい、あ、俺はいいんだよ、はい。俺は何でもやるよ。その言われたものはもう何でもやるよ。だけど、これやって、矢沢はどう思うかなみたいな。ありますね。俺はね、ヒ、は、デ、い、ね、はいはい。まあ、こう言うとなんか、箱入り中年おじさんになっちゃうけど、はい、俺だけのものじゃない。はい、俺は。いや、宮ごもっともですね。はい、こうやっぱね、みんな一生懸命、いろんなことをね、はい、断ってんの、マネジメントが。いろんな仕事を、はい、いただいて、いろんなとこと人間関係があって、はい、で、いろんなことをお断りしてということをやってらっしゃる。はいはい、で、俺なんかがこう、いや、いいよ、やるよ、とかって言ったら、はい、ちょっと勘弁してなさいよ、と。あれは、はい、あれはものすごく断ってきたのに、そこで本人がやるとか言ったら、もう俺たちの立場なくなるじゃないですかって、もう彼らの立場も守ってあげなきゃいけない。ある意味、劇団福山雅治があるってことですね。その劇団福山雅治が動かないことには、うん、そのマーシャは登場しないってことですよね、やっぱり。ということだし、総合商社福山雅治という、会社があって、はいはい、そこにまあいろんな、はい、人が、こう、携わってくれてるから、はい、俺は全然いいの。はい、影穴だろうが、はい、前説だろうが。ただ5分、前説やるにしても5分じゃちょっと、短いな、ね、もうちょっとやりたいな。え、そんなにですか？ちょっと、まず、一曲歌って、で、アップテンポなものでちょっとなんか一曲歌って、ハローとかでね、やって、で、こんばんは、皆さん、つって、劇団プレステージの、第12回本公演、ウラウラブーストにようこそみたいな。元気ですか、スタンドアレイナーって、一鎖あって、じゃあ次の曲聴いてくださいって、まだやるんかみたいな、ね。まあ、もう一曲ちょっとなんか、アップめな曲やって、で、まあ、お客さんね、オーディエンスとも馴染んだところで、いや、今日本当にどうもありがとう。今日ね、劇団プレステージ第12回本公演、ウラウラブースト来てもらって、本当にありがとう。僕はですね、今、絶賛、9月の9日、全国ロードショーになる、3度目の殺人のプロモーションで動いてまして、いや、今回のこの映画、ちょっと内容、話してもいいですかみたいな感じで、まあ、MC 一鎖あって、はい、じゃあ、変わっての曲はつって、ちょっとこう、ミディアムの It's Only Love ぐらいの、なんかちょっと、
貶めな曲やって、はい、で、それで終わって、いや、今日はね、本当に劇団クロステージ第12回本公演ウララブスト来てくれて、本当にどうもありがとうございます。さっき話した、3度目の殺人。まだやる。ベネツィア国際映画祭に招待していただきましたやるなって。いやーね、やっぱりベネチア映画祭っていうのは、まあ、カンヌ、ベルリン、ベネチア、この三大映画祭の一つと言われてて、もともとは、ベネチアから始まったんですよね、みたいな、こう、一鎖映画祭トークがあって、で、あれって、なんか、最初はプロパガンダ映画だけをやってたんだって。はい。戦争映画が賞を取ったりとかしてたんだって。でも、そういうところから始まったんだけど、それに対抗してっていうか、映画っていうものに戦争とか持ち込んじゃいけないよ。これは文化なんだよ。文化的なことなんだよということで立ち上がったのはカンヌ映画祭なの、はい。っていうような、ちょっとしたこの世界三大映画祭ネタを織り込んで、ちょっとこう、戦争みたいな、はい、やや、こう、がっつりしたテーマを扱って、一曲じゃあ聞いてください。クスノキ。少ししっとりクスノキ。今日の前説のへそになる、こうメッセージもちゃんと伝えて。何もう僕らの舞台じゃなくなってます。それもし昼公演の前説だとしたら、もう夜公演になってますよね。クスノキ終わったら、じゃあ、飛ばしていくぞ、こっからつってこう、後半ばーっと。で、まあ、都合1時間20分ぐらいいただいて。で、ウラウラブーストが始まるっていう。いや、もう誰も見てないです、僕らのこと。そうそう。だとしたら、もう。まあ、出るならやっぱそれぐらいやってあげたいなっていう気持ちになるんで、まあ、有力候補としては影穴。本来はそのぐらいってことなんですよね。まあ、出るんだったらやっぱり。とかぐらいまで。その、目の前にいてくれる、うん、僕なんかまだまだ力足らずですから、パッと会った人を3分で掴むみたいなことはできないから、やっぱり、僕のお客さんじゃないから、ウラウラブーストに来てる、このプレステージ公演に来てるのは、僕のお客さんじゃないから、僕のことを好きになってもらうのに、やっぱり1時間20分くらいかかるかなと思って。本編もそのぐらいなんだから、ハーフ&ハーフみたいになっちゃうんですよね、それだと。で、俺のステージが、まあ、俺の前説1時間20分が一鎖終わって、ここから休憩15分入ります。休憩15分あって、本公演が始まるっていう。のが俺の理想なんだけど、はいはい、それはちょっとこれ見る限りではスケジュール的に難しそうなんで。そうですね、ちょっと1時間半となると、まあ、こっちとの調整は多分できるかもしれないんで、うん、はい、ご連絡は。なので、はい、まあ、有力候補としては影穴、なんだろうね。うん、でもまあ、はい、内容ですよ、やっぱり、はい、こういうのってすごく、口コミ力がとても大切じゃないですか。はい。僕ね、この間久しぶりにね、舞台見に行ったんですよ。幻冬舎のね、はい、社長さんである健城さん、健城徹さんという方がいらっしゃって、はい、健城さんにお誘いを受けて、はい、郵便屋さんちょっとっていう、はい、塚公平さんの舞台をね、はい、再演してる、はい、舞台を見に行ったんですけど、ま、素晴らしかった。とても素晴らしい舞台で、塚さんの舞台って、まあ、塚さんは亡くなられてるけども、はい、俺、塚さんの舞台って昔ね、富田靖子さんがね、飛龍伝っていうのをやってたんですよ。それを見に行ったことがあって、はい、もう20何年前かな。それ以来久々に見に行ったんだけど、すごいね、やっぱり塚さんの舞台は。エネルギーが。福山さんって舞台ってどういう風に見る？基本は知ってる人が出てる時しか行かないんだけど、はい、なんかあんまり、そこまでこう、しょっちゅう行くもんじゃないんですけど、はい、僕にとっては。でも、純粋に楽しんで見てますよ。なんかその時に、あ、僕だったら、とか、あ、ちょっと、あの役やってみたいとか、いやいや出たいとか。舞台はもう怖い。怖い怖い。福山さんに怖いものがあるんですか？いや、怖いよ、舞台は。それはどこら辺から来る怖さなんですか？なんか、みんな厳しそうじゃん。なんか、怒号が飛び交うような、みたいなイメージとか、なんかこう、いや、怒号というよりは、目の肥えたお客様が多いでしょうから、演劇をね、見るお客様は。こいつの芝居、福山の芝居違うな。もうこう、だからこんな映像だけずっとやってきたやつ、このペランペランな芝居しかできないんだよな、と思われる感じがして、もう、怖いね。もちろん、一度もお話がなかったわけではないじゃないですか。いや、でもないよ。
もうその。俺のとこにはない。少なからず。デビューしてからですか？うん。あ。だってもう、やらない、出ない人っていうふうに、腰抜けやろうっていうふうになってるから、はい、もう、どこからも声はかからないです。いやいやいや、そんな。あんな腰抜けのペランペランになんか、めちゃくちゃ声かけてやるから。ペランペラン言うじゃないですか。そうなんですね。でも舞台自体はすごく、まあ、好きというか、見ることはあると思う。あの、知り合いが出てたらね。あ、うん。まあ、じゃあね、来週もほらあるから。はいはい。今回の地底人ラジオはもう上流所スペシャルなんだけど、はい、まあ上流所、まあ、一、二本ちょっとね、せっかくなんで、はい。はい、せっかくヒデが来てくれてるんで、俺もいっぱい話しちゃった。じゃあね、ちょっと上流所ちょこっと聞いてもらって、はい。ね、その後またエンディングで少し、話しましょう。はい、どうぞ聞いてください。上流所です。お願いします。お願いします。いつの上流所なのこれ。もうなんか最近録音型で。うん。わかんなくなってきちゃったけど。うん、前回、藤村が来て。あ、そうだった。そうですね。年末だと、まあ、はい。今、どういう時期かっていうと、ちょうど自民党が圧勝して間もない時期です。はい。ねえ。はい。でもね、僕もちょうどね、ネットでもそういう風に言われて盛り上がってましたけど、僕ほら大の池上フリークじゃないですか。はい。はい。ね、池ラーじゃないですか、僕。池ラー。あったんですね、そんな。あったんですよ。池ガミラーですよ。ガミラー。はい。もうね、海外行くときも、国際線乗るときも、国内線乗るときも、必ず空港の本屋さんで、池上さんの本を買って新書とかいっぱいありますからね、はい、そうそう、よくこんなの書いてんな、たくさんっていうぐらいね、まあ買って読むんですけど、やっぱりテレ東のですね、池上さんの選挙特番が一番やっぱ面白かったですよ。やっぱクールな表情で、はい、きついことを言うっていうか切り込んでいくっていうのが、はい、見てて、そうですよね。だからよくね、痛快だとかいろんなこと言いますけど、僕はそれ以上に分かりやすくて面白いんですよ。うん、そうですね。はい。間違いないです。間違いないです。そのプロなんですよね、あの方は。分かりやすさのプロなんですよ。で、もともと NHK の解説員。そうですね。で、子供ニュース。ニュースです。子供向けのね、ニュースが。で、僕は池上さんの本で一番好きなところは、主観が少ないところが好きなんですよね。ああ。入ってきやすいですよね。そうなんですよ。主観で書いてる本って僕ものすごい苦手なんですよ。うん、うん。その人の主義主張が強くて、はいはいはい、池上さんはやっぱり NHK 解説員、NHK でお仕事してた、方らしく、とにかく、要はその、正しい情報を分かりやすくアナウンスしていくっていうことに徹してらっしゃるように見受けられて、それがやっぱり心地よいんですよね。一番初めに池上さんに注目したのってどれぐらいでした？そうだったのかシリーズがあったじゃないですか。ちょっと大きい本。はい、あれもうね、ずいぶん前に出てましたけど、あの本僕読んで知らなかったみたいなことがいっぱい書いてあって、まあ、なんかほら学校ではね、うんうん、やっぱそういう授業ない、そうですね。ないですね。ないですね。うん、でしょ？うん。どうしてんのみんなその辺のその歴史的な部分の認識とか勉強とか、あと政治のことの、まあ勉強とまでは言わないけど、うん、情報とかって、だってな自分でやっぱり仕入れてんの？そうですね。やっぱ、ね、結局テレビニュースだったりネットだったりになりますよね。うん。うん。そうね。見て。で、僕、朝のまあ情報番組みたいなのやってたりするんですけど、うん、でも、どうしてもやっぱ付け焼き刃で消化しきれないですよね、うん、説明。優しく言うことが、バイアスをかけないで、うん、こう、優しく言うことっていうのは、こんなに難しいことなのかなっていうことを、いとも簡単にやっぱり池上さんってやってのけるなと思って。やっぱり情報量ですよね。ね、情報量が圧倒的に膨大だから、やっぱり池上さんの場合は。うんね、なおかつその、ご自身がずっと勉強を経験されてきたことを今もリアルタイムで経験し勉強してさらにリアルタイムで少しずつアップデートしていってるからこそ、うん、その時その時の瞬時のこう切り込み方っていうのができるんでしょうね、うん、で日本だけじゃないじゃないですか、はいはい、やっぱりアジアとの関係であるとか、うん、世界情勢も全部あって、で
あの、池上さんの場合ちゃんと、大きな宗教の勉強もされてますからね。うん、キリスト教、はい、イスラム教、ね、まあまあユダヤ教、うん、まあ仏教もそうですけれど、うん、やっぱ宗教と経済、戦争、みたいなことでは切っても切り離せないものですね、はい、ことなので、はいうん、だからすごいね、面白いんですよ、ねうんうん。面白いって思えることがやっぱり一番入っていきやすい。本当に、そうですね。興味湧きますからね、うんうんうん。学校の授業も面白かった先生のやつはなんとなく聞きましたもんね。そうですよね。確かにそうなんだよな。うんうん、でもさ、これは酷だよ。先生に全員面白くなれっていうの。そうですね。シンプルにね。そうよ、うん。面白く。先生ってのは面白い人しかなれないみたいなことになっちゃったらさ。うん、ハードル上がりますもんね。ね、どうすればいいんだろうね。うん、教育ってものはね。そうですね。本当に。ね、全員がそれ、池上さんが各学校に10人ぐらいいたらさ。日本の教育もね、いいですね。もう、いろんなことに関心持ちますよ。学力も上がるしね。うんそれがすなわち国力に繋がってくるわけですよ。いや、そうなんその通りです、本当に。ねうん、先生やる？何の先生を倉さんされます？音楽ですか、やっぱり。僕は、音楽は無理じゃないかな。そうですか？現代音楽しか無理ですよ。ああ、はいはい。古典音楽は。古典は無理だと思いますね。うん。しかも現代音楽も、うん難しいんじゃないかなぁ。どうやってじゃあこれ来週にしますかじゃあこれあの。じゃあ来週はもしも、はい、私が先生になったら。もしも、もしもシリーズ。もしもシリーズ。はい、何を教えるの、はい、どう先生になりたいのかちょっとやってみましょうか。はい、じゃあ来週。はい、小龍城です。はい、はい、お願いします。引き続きですけど、先週はね、もしも、私が先生になったらっていうところで終わりまして、うん、僕はまあ音楽の先生か、うん、まあエンターテイメント全般ですよね。うん、ということはもう専門学校じゃないですか。そうですね。そうですね。中高というよりか専門学校ですよね。うん。学校教育じゃないね。義務教育じゃないね。専門のあれですよね。なんかできるのはあんのなんか大学行ったのみんな。いましたね。一応ね。あ、行ったの、はい、行った。え、しみちゃん俺は違います。俺専門ですよ。いや、でもね、今やね、学校卒業しても、うん、大学行ってもなんていうことで、うん、だったらもう中学卒業して、うん、早くから専門職を身につけた方がなんていうふうに、いう風潮もあるぐらいですよ。はい、ね。職業はその方が早いかもしれないですね。うん、そうね。勉強したいときに、また忍ばせる環境っていうのがあると、すごくいいなと思うんですよね。そうだよね。うん、だから、今までは、だから、大学まで行くっていうのが、要はその最終目標として、終身雇用制度であるとか、うん、その、就職先の受け皿、受け口が、ここに行くためにここを出てなきゃいけないっていう、こう、道筋だったわけですよね。要するにその、大学進学っていうのが。その受け皿が不安定になってきた、この世の中で言うと。その不安定な受け皿のために、今までと同じルートを通って行っても、これはもう無駄じゃないかみたいなことになってきてるわけですよね。そうですね。ただまた変わりますよね。いや。時代はね。どうします？その、自分がその、この、政治もガラリと、党が変わった中で、もし自分が日本の国力のために、学校の先生になって教育者として、子供たちを教えなければならない。そう。どういう先生になるんですか？これ、あれですよね、もう中学、高校っていう勉強を教える方ですよね、イメージで言うと。まあ、小学校じゃないかな。ですよね。中学、高校かな。小中。教えられることあるかな？ねえ。じゃあ、まず、一見お金を持ってそうに見える、宮野さんは。腹黒そうな感じ。俺でも、ほんと先生だったら、どうなっちゃうんですかね。ちなみに大学の時何を専攻したの？社会学だったんですよ。何学ぶんですか、社会学。これまたもう、言うの恥ずかしいんですけど、はい、マスコミュニケーション学専攻っていうところがあって、もう本当に、こういう道目指す人間が、集まる学部だったんですよ。うんうん、結果入れてるんで、うんドラッキーなんですけども。でもその中で結構入れてるの、うん、同じ同級生は。
入れてないです。もうほんと一握りですよね。まあ業界は狭きもんですからね、実は。まあ、何をもってね、メディアっていう感じですけど、まあこうやって僕は放送局入れてるので、よかったですけどね。でも、その時の授業とかでも結構、松田聖子論とかそんな授業があったんですよ。アイドル論とか、そういう専門の先生がいて。ということは今で言うと AKB 論みたいなこと今だったらもうきっと AKB 論ですよね。もう、秋元康さんのなんたらみたいななんかあるかもしれないですけど。そういう学問は、一方でなんかありだなって今思うんですけどね。日本をその、ね、やっぱ福山さんみたいに芸能人の方そうですけど、やっぱエンターテインメントで国力を上げるっていうやり方もあるので。韓国なんかそうでしたよね。そうですね。K-POP 戦略。そうですね。だからもちろんその基礎学力は大事なんですけども、一方でその本当の社会の役立つもので、エンターテインメントっていうのもきっと歴史としてでかいので、ここをなんか楽しく学ばせて、それこそ、いろんなプロの卵がそこから育っていくようなのは、非常になんか国力を上げるっていう意味でも、一方の考え方としては、やりたいことだなと思うんですけどね。でこの業界に入ってみて改めて思うけれど、結果が出たものを論じるっていうことほど不毛なことはないって思わない、なんか。例えば今 AKB 論を語ったとしても、それはもう結果が出たことなんで、誰だってそれはその結果を受けた分析をできるけれど、要は結果が出てないものに対して結果を出していくのが我々エンターテインメントの本来の、やっぱ一番、やっぱカウンターとしてのカルチャーをいかに、メインストリームに乗っけていくかっていうのが、本当の、意味でのエンターテインメントの人がやらなきゃいけないことじゃないですか。そうですね。だから、学校の中で教えるのは、例えば今エンターテインメントを教えるとするならば、今、最前線のエンターテインメントっていうのは、その瞬間瞬間でどん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 消費され古くなっていくんだと。そうですね。更新されます、うん。その次に来るものなんだっていうことを、このエンターテインメントの無造無造の中から自分なりにキャッチして、発信していかなきゃいけないんだっていうことを、まあ、知ってもらいたいですよね。うん、西庵はどこ行ってたの大学。僕も全く宮野くんと同じ。そうなの。なんです。社会学、社会心理学。まあ、最近の学部なんですよね、社会学部って。そうですね、マスコミュニケーション学科みたいな。そうなんだ。西庵さんはベタベタな。ベタベタなラインでしたね。でも、本当にやっぱり分析なんですよね。あと、来たものの分析。出た結果の分析なんだね。で、だから、そこから何かを生み出すっていうことではないんで。そうだね。なんか手法とかっていうのは、分析した結果ではわかるんだけれども、それをこう先に生かすかどうかっていう点では、やっぱり、こう、ないっていうか、過去。まあ、よくて今みたいな感じの、ものではあるんで、そうですよね。だってさ、当たったものってさ、はっきり言ってたまたまじゃん。そうなんですよ。そうなんですよ。そう。いや、本当そうなんですよね。ねえ。この仕事やってよくわかるけどね。その手法って実はないんだよね。だ結果が出たものを手法というふうに名付けるけど、結果が出ないものは手法とは名付けられない。結局売れたからそれが方法論というふうに名前が付くけど、売れなかったらそれは方法論という名前じゃなくて失敗論でしかないんだよね、ただのね。だからやっぱり結果論はもう、あんまり意味がないよね。でもそれをやってるんだ、やっぱり社会学部って。出ますね、結構こう、心理学とかいろいろまあ、周りの学問と取り混ぜてはいるんですけれども、でも基本的にやっぱり分析の学問ですよね。なるほどね。割と今思えば、誰だってできそうな感じがするね。ヒットはこうやってできましたって。結構今思えば。さっきの聖子ちゃん論とか僕ら、なるほどとか聞いてたけど。今思えば。おっしゃるとおり、言おうとの結果論だから。そうなんですよ。誰だっていけんじゃないかって思うね。スポーツもそうじゃないですか。試合の結果が出た後に、あの何分の時のあのゴール、そしてあのゴールを生み出すためにはあのパス。で、そのパスが来るためには、その前のフェイント、流れが、全部その、遡ることは誰だってできるでしょ？それが学問になってるっていうのは僕は良くないなと思うんですよね。うん、そうなんですね。だ歴史っていうのもそういう意味じゃ難しいよね。歴史の勉強っていうのもね。そうね。学問だもん。そうそう。結果の学問でさ、桶狭間でも、ね、壇の浦でも何でもいいんだけど、なんとかの合戦でさ、だから勝った、だから失敗したって、それは、結果が出てないから、そうなわけで、
わかんないですよ。やっぱその時、リアルタイムで策を練ってた人がどれだけ怖かったか、どれだけ覚悟を決めてたのかっていう、その心理ってのは計り知れないですよね。織田信長に聞かないとわかんないですよね。そう。わかんないよ。多分ね、当てずっぽうですよ。まあ、あの将来ですよ。いやね、今が吉本にどういう気持ちで挑んだんですか、うん、もちろんね、勘っていうのはあったと思いますよ。勘とか、運とか。ありますよね、絶対に。ああ。強運ですもんね、絶対に。そうそうそう。それはないと勝てないと思うけど。勝負ことは。だからといって全部が全部思い通りになったとは思わない。うん、思ってないと思いますよ、小田さんも。結構うまくいったなみたいな。あれ、勝っちゃったみたいな。いや、どうでしょうね。だって、皆さん、あれでしょ、僕だって、ものすごくうまくいってるように見えてるでしょ、はい、いや、もう、はい、もちろん。もちろん。もちろん。なんか、ね、10割打者みたいに思ってないか。でもなんか、やろうとしたことはなんとなく全部成功してるみたいに思ってる。はいはい、そんなことないです。僕の意識では、2割3分ぐらいのなんか打率です。低い打率です。じゃあ、今回もすごかったなーって僕らが思ってるやつでも、福山さん的には、ちょっとうまく当たらんかったなーってことがあるってこと？いや、すごくありますよ。じゃあ、それ来週、ちょっとお二人の、ほら、清水くんと、しみちゃんと今波さん、ね、はい、ね、あれ残ってるからね。じゃあまた来週。はい。さあ、聞いていただきまして。今日はね、劇団プレステージより、ヒデ、来てもらってますけど。はい。ちょっと宣伝しようよ、もう一回。あ、本当、改めて。はい。日付。はい。劇団プレステージ第12回本公演。2017年8月の16日水曜日から8月の27日日曜日まで、紀ノ国屋サザンシアター高島屋にてやりますので、裏裏ブーストぜひよろしくお願いします。損させないでしょこれ来た。いや、もうこれはもう損させないですし、これを見に来ていただいて、うん、あ、劇団プレステージは好きじゃないって思ったらもう大丈夫ですっていうぐらい、もう劇団プレステージをすべてこう詰め込んでる、はい、もう言い訳が全くない舞台になりますんで。さらに言えば、もうこれに来てくれないと、はい、劇団プレステージは、もう続けられるかどうか分かんないよぐらいの、覚悟と意気込みでやってるわけでしょ、はい、いや、もちろんもうなんか本当にちょっと解散がちらつくような。おぉ！もうなんか、リアルになんかちょっとそういう話もこう、出てきてるぐらい、今もう。やだやだやだ俺のプレステージやだやだ解散なんて。いや、もう本当に、福山さん、なんでそんなプレステージをちょっと気にかけてくださるんですか？え？それは何？ヒデ、お前そういうこと聞くの？付き合ってる彼女に、お前なんで俺と付き合ってんのとか聞く？いや、聞かないですね。聞かないでしょ。福山さん、でも、今なんか話すり替えられちゃうんですよ。違うよ。僕と福山さんがそれが行動のこう関係性だったら、今のはおかしな話ですよ。お前これだけの付き合いがあって、今更ですけど、いやいや、こんな取り調べぐらいの狭い部屋で僕初めてこう二人で話させていただいたら、それはその質問にやっぱちょっとなっちゃうという。まだ俺のこと疑ってんの？いや、疑ってるというか、知らないです、まだ。まだそんな目で、まだそんな距離感なんだ、ヒデは。いや、いや、僕すごく、やっぱこの、初めてこう二人で話させていただいて、ものすごく楽しいんですけど、このブースを一歩外に出たら、ものすごい遠いじゃないですか。ああ、うん。福山への道は、その、はい、この遠さ、多分、福山さんが思ってるよりとんでもないこの距離があるんですよね。うん、はいはいはい。で、なんだっけ、何が聞きたいんだっけ。なんで、なんで俺たち、はい。なんで俺付き合ってんのってことを聞きたい。俺たち付き合ってんの？いや、違う違う、また話がずれ。いや、今回応援団というか、応援というテーマなんで、うん、まあ、福山さんがすごい少なからずその劇団プレステージを応援してくださってるというか、うん。福山さんってこう、応援ってすることありますか？これまでの人生で、これはね、非常に難しいところで、はい、共感したり感動したりはするよ、スポーツを見て。はいはい。でもね、応援っていうモードには、はい、なってないかもしんない。僕も今回台本読んだ時に、僕も
本当に心の底からフルで 100% を誰か応援したことあるかっていう問いに対して、ないなって思う。それをテーマとして扱うっていう、この、なんか、一歩間違えると難しいテーマというか、福山さんを応援してくださる方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。ライブとか見に行かせていただいても、うん、福山さんを応援するというか、まあファンの方もそうですけど、福山さんがその応援するときって、あるのかなとか、これから来るのかなとか。応援っていうね、その言葉自体の捉え方、はい、使い方で今そうなってると思うんですよ。そのファンの方と、はい、アーティストの関係性。それは僕のとこのみならず、はい、他のアーティストとの、アーティストとファンの関係性っていうのも、はい、応援してます。結構ほら、こう、すごくファンじゃないんだけれども、街中で、例えば会ったりとかして、はい、福山さん握手してもらっていいですかって言うと、ああ、どうもどうも、なんつって握手して、はい、ずっと応援してますとかって、はい、別にうちのブロス会員じゃないのにね、はい、例えば、はい。っていう、そのなんか、そういう使われ方してるじゃないですか、応援という言葉。そうですね、はい。なので、応援という言葉、そのぐらいの感じの応援とは、応援という言葉の意味合いだとするならば、僕はあんまり人のことを応援してないですね。そういう、まあ、福山さんのラジオを聞かせていただいてても、そういうなんかたまにこうワードがこう出てきて、その言葉に対していろいろお話しされてることとかもあるって、例えば頑張れっていう言葉をどう捉えるかとか、うん、その、なんか、その、たまに聞くので、いや、頑張れって安易すぎるからあんまり使わない方がいいとか言う人が例えばいたりするときに、そうだね、でも、頑張れっていう言葉の力もすごく大きかったりするわけじゃないですか。それでやっぱ人間の距離感なんですかね。距離感というか関係性というか、僕もなるべく、まあ、あんまり使わないようにはしてるんだけど、頑張れっていうの、頑張るとかっていうのは、はい、まあ、安易だなっていうふうな、響きにもなったりするんで、はい、で、その、答えは、じゃあ来週にしようかな。ね、来週答えていただく。なんで、俺たち付き合ってんの、はい、お前みたいな美人が俺と付き合ってんのおかしいよ。なんで俺みたいなこんな、劇団員の端くれと付き合ってくれてんだよ。俺のこと本当は好きじゃないんじゃないの？何なんだよお前みたいなことでしょ。福山さん絵が見えました今。うん、はい、そういうことでしょ。そういうことです。わかるわかる。その答えはねじゃあ来週言うわ、はい。あ、よろしくお願いします。うん、はい。今週はね、お付き合いいただきました。じゃあ今週の地平線ラジオね、お相手は、学長福山雅治で R と高橋秀幸で R でした。じゃあまた来週この時間まで、バイバイク。オライ。もう何なのこのオライって。いや僕が勝手に福山さんが言いそうなライブで言いそうなやつ。言う。やっぱ言いますよ、ね。言ってでもなんかライブで聞かせていただくと、あれオーライじゃないのかなあのワードって思いながらも。いやオーライ。オーライですよね。オーライ。これすごく勝手に使わせていただいて、うん、はい。ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で。はい。はいはい。じゃあ、皆さんおやすみなさいね。